アメリカ軍の勲章について解説する。アメリカ軍においては、各軍種ごとの勲章のほか、五軍共通の勲章がある。この記事では、共通の勲章について扱う。それらの勲章は軍種を超えて、共通の基準で授与されている。アメリカ軍における初めての勲章は、アメリカ独立戦争中の1782年に、ジョージ・ワシントンによって制定された。 バッジオブミリタリーメリットであり、この当時は軍種ごとの勲章というものも存在しなかった。しかし、この章は終戦に伴い授与されなくなり、その次に制定されたのは1861年の海軍、海兵隊用の名誉勲章であった。そして、軍種を超えた勲章が制定されたのは、第一次世界大戦戦勝勲章で1919 19年のことであった。 ついで1932年にバッジオブミリタリーメリットがパープルハート賞として復活しシルバースターが制定された。1950年代にはアメリカ空軍も含めてコリアンサービスメダルが制定されている。1980年代には統合部隊向けの勲章が追加されている。全般予備役特殊朝鮮半島ベトナム戦争湾岸戦争。 ユーゴスラビア内戦隊テロ戦争、ありがとうございます。